年の大冒険。私のノリの曲を作詞作曲してください。改めましてギターの塚越智明さんです。ありがとうございます。で、いろいろと撮ったんですけども、これからやる曲は割とこの2人でですね、あれ沼津とか行きましたよね。行きましたね。懐かしい話ですね。もう関東だけじゃなくて、結構いろんなところにですね、この2人で行きましてですね、もうバンドでやったりとかしてる時に、あ、この曲一緒にやりましょうということでね、よくやってた曲なんで、はい、これはぜひともこのタッグでやるからにはね、しかも盛り上がる曲なんですよ、ね、はい、やっぱさっきの島唄で、島唄の宮沢和美さんという方がね、作詞したんですけども、その宮沢さんが作詞をした詩なんですよ、次の曲も、ね、ですので、まあ、その詩もですね、ぜひとも味わいながら聴いていただければと思います。で、曲調はこうガラッと変わって、アンデスの景色が浮かぶような曲になっておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。じゃあ、ちょっと水分だけちょっと入れさせていただきます。プロレスラーですね、体は丈夫なんですけど、喉が非常にデリケートですね。長州力さんとか見れば分かると思うんですけど、あんな感じなんですよ。すぐもうボロボロになっちゃいますんで。よし、いきますか。いっときますか。はい、もう私は本局で限界かもしれません。10分1個勝負じゃないですか。そうですね。2曲ね、ちょっと見てくださいね。さあ、それでは2曲目いきましょう、はい、ディアマンテスで魂をコンドルに乗せて。鳴き声が響く、いくつもの命